大前は、千鳥リ口クチカムナグロ族に分類される鳥類。アフリカ大陸、オーストラリア大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、イギリス、インドネシア、日本、パプアニューギニア、マダガスカル柿に、カナダ北部やロシア北部、アラスカ北部の北極海沿岸部で繁殖し、冬季になると、各地の大西洋、太平洋、インド洋の沿岸部で越冬する。 日本には、渡りの途中で飛来するか、越冬のため、関東地方以南に飛来する。全長29から29.5センチメートル。腰は白い羽毛で覆われ、脇輪は黒い。くちばしは太い。くちばしや甲子の色彩は黒い。幼鳥は、上面が肺褐色の羽毛で覆われ、白い反紋が生える。仮面は白い羽毛で覆われ、 胸部から体側面にかけて褐色の縦縞が入る。夏和は,は額から上面にかけて白い羽毛で覆われ黒い反紋が入る。顔から仮面にかけては黒い羽毛で覆われ英明の由来になっている。冬和は,は上面が肺褐色の羽毛で覆われ白い反紋が入り英明の由来になっている。仮面は白い羽毛で覆われ胸部に褐色の反紋が入る。 日潟、川口、水田などに生息する。植生は動物食の強い雑食で、主に誤解を食べるが、昆虫類、甲殻類、貝類、種子なども食べる。繁殖形態は卵生。地面に木の枝や小石を集めた巣を作り、1回に3から5個の卵を産む。種小苗スクワテラは、ベネツヤ周辺での本種を指す故障に由来する。和苗は、 平安時代には、宮中での食事を司る大禅食において、特に美味であったことから食材として、しばしば用いられたことが由来とされる。また、かつては大禅死儀と呼称されていたこともあったが、大禅は死儀ではなく千鳥の一種であることが判明したため、死儀の字が取れて、今の名前になったのではないか、と考えられている。ABC 野鳥の名前。 210ページ風景が8、名所江戸百景堀江猫座に船橋市役所、平成29年3月31日、ありがとうございます。